おはようございます、上前です。おはようございます、久米です。久米さんがフリーマーケットに出店するということで、その場所の下見、今日もフリーマーケットやって毎週やってるらしいね。うん、別に良い、なんだろう、予約とかしなくてもいいよみたいな感じだったけど、うん、どんなんかなっていうことで一旦予約なしで勝手にフリマ出していいの？いいって、なんか当日受付みたいな。すごくない？それあいいね。でも気軽に行けて、そうそうそう。え、見て、うんたま市場めっちゃ上等だ。何これ、これ帰り、これ帰りやろ。あら、沢藤丸氏、なんか新しいのできた、いいだこ、いいだこ、こっちだ、こっちだね。これだね、さっきのイイダコたこ焼き、前、Vlog で紹介したイイダコたこ焼きも出てる。ここね、西原にあるっていうのを聞いたら、ここなんだね。こっちなんだ。めちゃめちゃ建物綺麗じゃん。だからさ、上等。これは帰りに寄ってみよう。西原っていうエリアに今来てます。西原はね、沖縄の中部に入るのかな、東側のところですね、うん、今から行く場所は中城っていう、中城モールっていうところがあるところなんですけど、その中城モールの駐車場でなんかフリマがやられてるらしい。土日やってんだっけ？そう、土日やってるっていう。あ、ガタガタ、すごいガタガタ、これやばいぞ。いくら揺れてるか。これだいぶ揺れてるじゃん。ガタガタ道、かなり揺れてると思うけど。あ、今日のセットアップはもうね、分かる人は分かると思うんですけど、 16mm、35mm の G マスターレンズと、A7、S3 のセットアップで来てます。ピクチャープロファイルは昼はね、基本的に S シネトンで撮ります。シャッタースピード優先なので、まあシャッタースピードは変えずに F 値をね変更して、露光の設定を変えてくれるっていう、適正露光を出してくれるモードで映しています。はい、外の風景はいつもこの A7S3 をねこう向けたりこっちに向けたりして、撮影してるんですけど、今日は久しぶりになんか GoPro で撮影してみてます。しかも GoPro5 で、一応 4K の24フレームですけど、ワイドでね、見やすいので外の風景はこれで撮影しています。なんか日曜日久しぶりに外出たから。そうなんだよね、車多いね、やっぱり車多いね。日曜日は、土日基本的に外に出ないんですよ私。日曜日まあ休みというか、まあ、休みは基本的にあんまり関係ないんですけど、平日の方がゆったりしてるので、平日に久米さんと出かけるんだったら平日の方が多いね。土日出ないね。そう、人多いしね、まあ、今やっぱりあのコロナの時期ということもあって、まあ、人混みを避けながら行動するとなると、やっぱ平日が一番いいのと、平日空いてるし、まあいいことばかりではあるよね。そう、久米さん住んでたからね、そうそう、西原に住んでたら便利な場所ではあるよね。便利、めっちゃ。なんかそこまで田舎っていうわけでもなく、そう、で最近なんかいろんなお店もできてるしね、まあ、一番このね、沖縄のローカルのスーパーマーケットのショッピングモールでもあるんですけど、三栄っていうところがあるんですよ。でそこの西原シティ店っていうのがあって、西原シティ大きいからね、洋服屋さん入ってたりとか、まあ、食べ物屋さん、フードコートとか、もちろん食品館もあって、まあ、ここに近かったら、まあ、何でもあるよね、うん。でまあ、地域的にね、住宅も多い地域なので、病院とかそういうのも普通に揃ってて、すごい過ごしやすい、地域ではありますね。生活をする上では全然、別に那覇までそんなに遠くもないし。そうなんだよね、那覇まで40分ぐらいか。どこに行くかにもよるけどね、那覇の首里とかだったら、首里城がある首里とかだったら、まあ20分ぐらいで行くかもね、うん。そして今日はめちゃめちゃ天気がいいね、うん、なんか最低気温が17度ぐらいで過ごしやすいっていうのもある今日は、うんうん、暑すぎず、そう、最高気温21度ってよ。本当いい天気だよ、いい天気、いい気候。今日は後でまあちょっとピクニックもしようかなと。お腹すいた、お腹すいたね。ピクニック先がいいのかな。久しぶりの外活動、外活動。これは暑い、暑いけどめちゃめちゃ綺麗。いい場所、こんな場所あったんだ。そう、ここね、あるんだよね。うわー、綺麗だなー今日、ほんと天気。ここで食べてもいいけど、ちょっと暑いな、日差しが。車の中からちょっと眺めるか。
っちゃ綺麗。お弁当担当の久米さん。でもとりあえず日差しが強すぎて、痛いので中で窓全開で風は感じながらお弁当タイム。何ですか今日？コーヒー。茶色、茶色系。はい。これ茶色系だよ弁当は。うわあ、美味しそう。生姜焼き？そう。ちくわにインゲン。いただきます。めっちゃお腹空いてる。うまい。うまい？うん。最高。お外で食べるとめちゃめちゃ美味しいよね、ご飯って。うん。お弁当って美味しいんだよな。ごちそうさまでした。美味しかった。お腹いっぱい。中城モールに向かいましょう。出発。進行。中城モール入ってきましたけど、え、これ？あれだよね。これ。あ、これか。本当。初めて知った。いい感じのフリーマーケット。あ、みんな車反対に止めて。面白い。面白い。そうね、中城モールの隣は海があってめちゃめちゃ綺麗なんですよね。中城モールの中にある人魚がなんか怖くて。とにかく強い。今日は風がめちゃめちゃ強いね。ちょっとドローン飛ばそうかなと思ったんだけど、ちょっとこれは無理っぽいな。中城モールに来たら必ず寄るこの園芸センター、ここがめちゃめちゃいい。いろいろ売ってる。モールの旅終わり。どうでしたか久米さん、出店しますか？まあしてもいいのかなと思うね。再来週ゴールデンウィークだね。 OK、 来るんじゃん。めっちゃ人いっぱい来るんじゃん。っていうか場所取りしないと入れないんじゃん。むしろ見た感じ本当にフリーマーケットで、なんだろう、古着とか。古着とかね。そう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 。まあ食器とか、うんうん、おもちゃの、なんだろう、あれ多分予想なんだけどゲームの景品だと思う。そうそう、ゲームの景品とか売ってたね、うん、手作りで作って売りましたみたいなのあんまなかったね、見た範囲ではね。やってる人もいると思うけど。そうそうそう、今日の感じではいなかったけど。あれもやってたね、営業。ソーラーパネル。あ、やってたね、ソーラーパネルの営業。すごいな、あんなのもできるって。いいところ。ほんとあれ許されてるのすごいよね。いいよね、うん、寛容。帰りに梅の製パンに寄ってます。シナモンロールを買ってみました。美味しいかな。美味しそう。西原のファーマーズマーケットやるの忘れたっていう。公園でクイックストップ。ちょっと木陰。あ、こっちに座って背もたれもいいな。ああ。パン屋さんのシナモンロール。しかもあれだね、なんかデニッシュみたいな。そう。わあ、美味しそう。いただきます。影に入った。寒いね、うん、めちゃくちゃうまい。うん、うまっ。チョコチップと上にクリームチーズ乗ってて、多分これクリームチーズだね、フロスティング、うん、で中にシナモン入っててめっちゃ美味しいです。食感もサクサクで、むしろパリパリで、中はふわふわ、うん、美味しい。梅の製パン、最近のお気に入りのパン屋さん。あのマーガリンとか使ってないのでね、
安心して食べれて、そして美味しいっていう糸満にあります。今日はすごいね、西原中城まで行って糸満に来てるからね、うん、斜面がすごい、水辺、最後トンネルあってあっちから海に抜けれるようになってるっていう。行ってみたいな。靴が多分無理だな、ちょっと深さがありそうなんで。綺麗な公園。公園の隣にすぐある海。とりあえず沖縄は車をちょっと走らせたら海があるっていう。むしろ公園から歩いてきましたけど。ということで、久しぶりに休日らしい休日を過ごしています、はい、綺麗な海もね、バックに。で、皆さんまた明日お会いしましょう。